準備の時の話。お、ついに来ましたわね。この手お嬢様何が来ましたの？その手お嬢様それはこれですわよ。獅子王ピックアップですか。前回はガチャ沼って泥水すすってましたわね。は？連呼しすぎて自我を喪失しましたの？連呼にそんな反動ありませんでしたよ。え？だってアルトリアランサーピックアップ召喚って。今回からアストライアが工場になったことに決まってましたよ。え、どこに？はい、ということでアストライア工場おめでとう動画ですとこの手です。確かにそれはめでたいがとその手だぜ。みんなのアイドル、スイナちゃん。にしても獅子王動画の方が再生数取れて視聴者も喜ぶと思いますが。正論が人を切れさせることはいくらでもありますけど、人を救った例は UC が一度も存在しませんわ。どこかで聞いたことあるような。きっとどこかのいいお嬢様のお言葉でしてよ。で実際のところどうなんだ。予算の都合です。まあ、そろそろ7章やクリスマス来るから資金は温存しておかないとな。もし、ためになるや面白いと思ったら、チャンネル登録を願ったボタン、よろしくね。あなたの採点を始めましょう。さて、アストラやお嬢様が工場になるので軽く解説しましてよ。そのままの口調でいくんすか。スキルをまとめて解説すると、1スキの攻撃力と防御力、MP 獲得量 20% アップが20秒。2式はアーク30バーアップが15秒で星30個獲得。3式は星5個減りますがスター集中と10秒ですがクリティカル威力が 50% 高めで、ついでに NP10 獲得が増えてくる感じです。すべて複合スキルなんだな。特に特徴的なのが火力面で、攻撃20バーアップ30バークリティカル 50% と、3種類の攻撃バフでかなり火力が出ます。これがアストライアの一番の強みだよな。ただ、欠点としてなぜか攻撃とクリティカルバフの秒数が減らされて、短期火力特化になってますね。他の3種類バフ持ってるスタバは普通なんだけどね。では、短期火力バフが終わってしまったらどうなるかというと、アストライアにはもう一つ武器がありまして。なんだろう。それが 1.3 秒円形型ホールです。おじまん型のホールは慣れが必要だが当てやすいホールで、オフホールなどやり方を覚えればかなり強力だぜ。強引にホール当てることも可能ですからね。さらにアストライアはホール前に無敵関数が含むので無敵で受けることができないです。ほぼ確実に落とすことが可能だね。そして NP10% 獲得や NP 獲得量 20% アップのスキルと、強力なフォールの回転力を上げるバフがあります。序盤は短期火力、相手を倒したその後はフォールと2つの武器がある感じだな。あとルーラーの耐久と防御アップ 20% 耐久力もあるので、3機に囲まれても割と体力残りましたね。そしてネバッピンオールと。最低を下し、これはあなたの全部軽く。そして、あなたの罪の重さ。さあ、覚悟はできて。クッドセンマリヌ。このように誤差ついたところでもホール決めることが可能なのは強いですね。まあ、より勘にすると当たらんがな。モーションに関してですが、クイック1のリーチがかなりあるので初手で当てやすいです。クリティカルの下初手クイックを遠くから当てて火力出すのは楽しいぜな。クリティカル系、ゆえつぶですね。そんなものは存在しませんが。アークの方は悪くはないですがクイックの感覚で振ると空振りますのでご注意を。それで何回もやらかしたもんね。そしてクイック2が射撃属性なのですが、これは使えそうな予感。リーチが短くて初段しっかり当てても外れることがあるんですよね。これはひどい。そしてバスターですがたまに回避したりするので全員に用です。最終段にバスター置くおっと割特訓だよな。コマンド選びは基本は QAA でたまにバスター挟む感じがいいんじゃないかなと。クイックインの射撃属性使うかはお好みでって感じだな。リーチ短すぎてフェイントみたいなもんですからね。ここでホールチャンスですので決めて終わりですね。という感じでアストライア生き残って5撃破は久々ですがいい感じ。使ってて思ったのですが足が 5.84 秒の割にはクイックのリーチでだいぶ助かってる気がしますね。強化前は足普通なのごまかせるほどではなかったし、アーツはひどかったからな。マルクロッポンとコマンドリロード早くなったのも理解よね。カット合戦かなりやれるようになりましたからね。ただ、今の環境を注意したいのが、強化解除で攻撃バフ取られて強みを潰されたり、無敵で開幕火力で相手を飛ばすことが難しくなってますね。バフが強みのサバにありがちだが強化解除されるときついよな。その対策としては霊装か立ち回りどちらかで対応する必要がありますが、アストライアに、わざわざ霊装で強化解除耐性霊装をつける価値があるかは微妙だね。なので立ち回りでカバーする必要がありますが、
具体的にはどうするんだ？簡単に言えばスキルを使うタイミングを遅らせる感じですね。相手が強化解除してきやすいのは素振りしてさせて調整できる設定時で、その時相手が初段してサポ強化解除一番使いやすいタイミングを確認した後スキル使う感じですね。サポ強化解除してたら安心してスキル使えるし、使われてなくてもコマンド次第だから強化解除される確率は減るな。上手い人は大体鉄壁前に素振りしてサポチェ調整してきますからね。でも、その後スキル使おうってそんな暇あるの？いいところに気がつきましたね。その疑問は正しく、特にアストライアは3スキル分あるのでその間隙ができ、お味方に負担がかかります。サポ強化解除してこない場合もあるし、もったいなくも感じるしな。なので最悪強化解除されても問題ないスキルを先に使って、これだけは必要というスキルを一つ決めてサポ強化解除のタイミングの後で使用するという感じです。相手がサポ強化解除しなかったらその後1回スキル発動分だけで済むし、フルで性能を発揮できるな。たとえ強化解除されても1スキル分だけ使えるので完全に強みが潰されるわけではないですね。どっちでもスキル1回分の隙があるぐらいだから許容範囲内だね。まあ途中で強化解除されたら終わりですが、毎回そうなるわけではないからマシってレベルだな。やっぱりサポ強化解除は絶対あれだね。アストライアの場合を当てはめてみると、2スキルはアース性能 30% を解除されても星30個は残るので先に使って、悩みどころですが1スキルは選択性で2タッチ必要なため自分は先に使ってます。乱戦中に使うのは難しそうだしな。そして3スキルのクリティカル 50% の倍率がかなりでかいので強化解除の後使います。効果時間10秒で一番最後に使う理由もついでにあるだな。そういえば強化解除対策の一番の要ですが、対戦マッチング時に誰がサポ強化解除を持ってるか確認することですね。30秒あるし、しっかり確認しようね。そしてそのサポ強化解除持ちがいない、または自分が見られてない場合に限り、スキルすべて接敵前に使ってもいいって感じですね。サポ強化解除持ちに見られてたらさっき言ったスキルの飛車選択する感じだな。それでサポ強化解除に狙われやすいかは霊槍とサバの強さによって変わります。強力な回避霊槍の火だまりは狙われやすいし、無敵や回避のスキル持ちや強化力持ちは狙われやすいな。ただ、アストライアはよく言うサバではないので割とスルーされるかもですね。マイナーサバは初見殺しが強みだしね。そこに一発痛いのをお見舞いしてやりましょう。と強化解除対策でしたが、もう一つ火力サバ使ってる時に意識しておきたいのが無敵が多くなってることです。自前で星を出せるサバは初手から火力を出せるが、ダメージ与えれなかったら星ないから火力落ちるよな。無敵取られると星溜めた強化力が空振りに終わるんですよね。特にアストライアはスキルで星出して短期強化力出すサバなので注意ですね。その対策はどうするんだ？まあ、無敵貫通か強化解除をサポ式につけるのが手っ取り早いですね。個人的にはダヴィンチやサキ式のサポ無敵貫通がおすすめです。ダヴィンチはおまけで NP15% と星10個ついてくるし、サキ式はおまけでアース 30% 性能アップついてるからおまけが優秀だな。そっちもアースより組み込めるからいいね。攻撃を通しやすくするために無敵貫通は欲しいですね。それでアストライアのカード設定比率ですが、クイック4から6枚、アース5から7枚、バスター4から5枚ですね。主にアース寄りって感じだな。押し出しはスキルで確保できるのとホールを回したいためですね。あと2スキもアース性能なので、クイック1は強力だだな。なのである程度はクイック確保しておきたいところです。とクイックとアースの比率の判断基準ですが、どれだけクイックを初手に用意できるかとアース素振りどれだけできるかですね。初手クイックはアースをごまかせるしか意識性能強いからな。アース素振りしにくい狭いステージだとクイック多くしてもいいかもです。戦闘結果は分かっていたよ。数式のようなものだと長々と解説しましたが、ここから実況に移っていきましょう。相手には強化解除持ちはいないね。なのでスキルは接敵前に全ぶっぱできますね。あとは無敵だが、アーチャー2機が無敵持ちなのでそこにサポ無敵貫通差し込みたいところ。さあ、あなたの採点を始めましょう。さて、ちょうどサポ無敵貫通が来たのでどちらを見るかですが、余ったシータを見る感じだな。まあというわけでスキル全ぶっぱ、あとはシータが無敵張ってくれれば無敵貫通刺さるが、まあ、こっちがサポ無敵貫通選定してるので無敵張るかは微妙ですね。というかエフェクト多すぎてわけわかんねえ。ここで水着ジャンに密集するのも手だが、ここはカット合戦ちゃんとやりましょう。クリティカルは出ないね。一度素振りするのも手でしたね。にしても3スキのクリティカルバフ10秒は短すぎるな。1スキと3スキ秒数低くしてるの許してほしいですね。あとは2段止めでくるくるしてを繰り返す感じだな。あと少しで NP 溜まりそうですし、そうしますか。お引き付きになります。と、ここで3段目暴発してしまう。ダメ集中使われたのは痛いな。
ここタゲ入れ替えすると勘違いしてしまってジャンヌ見てしまう。ここは申し訳ないな。おっ、NP が待った。ここでホーグ狙おうとしますが思いのほか遠かったですね。その間に味方が落ちる。その犠牲は無駄にはしない。枚数振りだから撤退だと思っていましたが、味方に2タゲ行ってるからその間に倒せるな。そこを味方が落としてくれる。相手は NP 溜まってるからここで確実に落としておくか。うちはいつでも攻め攻めやで。そして単独ではホーグ止めれないので一旦隠れますか。広いところに範囲ホーグ待ち構えられるのはきついな。と、ここで相手のホーグ。そして逃げようと思ったら卵がいた。チラッと見てお自慢と戦ってると思ったら違ってたな。ホーグで血を取られてましたね。ここは逃げられるかは微妙なところ。シューター2機なのでワンチャン避けれそうですが、アストライアー足平均だからな。ここはなんとか避けれますが、水着ジャンヌのクイックは反応できない。見づらい上に速いですからね。これは落ちたね。さすがのルーラーも耐えられなかったな。クリティカル、打ちたかった。可愛い女の子いないかな。さて、お味方は囲まれてるように見えるが、なんとか合流できそうですね。真ん中で現地集合だな。ここで戦えばシューターもやりにくそうなのでいいですね。ここで宮下からカット合戦。そしてあと1機で聖杯だからここは勝ちたいな。相手が切ったので攻撃しますが、あ、味方の一玉もの NP 見てなかった。これは停滞な。と思ったら味方が強い。これは感謝だな。まだまだ時間はありますから当てる時ではありません。とりあえず単独で卵攻めるのは危険だな。一本打ちてきた相手と鉢合わせていく際にはしょっぱいですからね。横やり警戒しながら NP 貯めるのがっちだな。特に来る様子はありませんね。もう相手ですよ。ここは負けていますので詰めるところ。 NP 貯めながら移動だな。にしてもダヴィンチちゃんの3番手からホーグ貯める性能は近い値ですね。ホーグで一発逆転とかワンチャン力あるしな。とお味方が反撃食らってるのでカットして、お味方が見事ワンパン。そしてドフリーなので、東方の三博士、北欧の大神、知恵の果実、我が英知、我が万能はあらゆる英知を凌駕する。ウオモウニベルサーレ。気持ちいい。対戦ありがとうございました。やった、使ったよ。さて今回はここまで。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるからチャンネル登録してね。高評価もお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。またね。